こちらは今治市役所と伊予銀行の間にあるお店です。夜直し奉行第79章蕎麦剣。今日はお蕎麦を食べたい気分じゃ。知らんがな。いただきます。なんとここはお蕎麦屋さんではあるが、週6日日替わりでお蕎麦かうどんにプラスメニューが変わるのじゃ。しかも今治市の中心街であるにもかかわらず700円という超コスパがいいのじゃ。雑味の全くない味のお蕎麦じゃ。おいしい。このクオリティでこの値段、そら昼食時は戦争状態じゃ。700円の定食の天丼に普通にエビが乗ってるのは嬉しいのじゃ。定食でメインとサブの量が多からず少なからず、両メインじゃ。ビジネスマンと近所の住民に親しまれておる。知り合いの70過ぎのおじいちゃんがほぼ毎日来てるっちゅうのがわかるわ。愛の割愛。まあ、いっか。ごちそうさまでした。苦しゅうないぞ。よー